から内側で内側行っちゃう、これは勝手に左に行く。こうはい、これワイド系でこのまま似たようにセンターっていうのもこれは全然非常に楽にできる。これはこれはあの当て方としては構えてる方は分からないわけだ、うん、これはこれはうわ、うん、だそれでもっと右に上げたかったらずっと自然にこの横に行きやすくなる。だからもうこれでもいいのよ、こんなんでもいいの、かかるっていうのね、こんなんでもこんなんでも、種類はだから別にどこあの右側に上げるイメージの方がいいんだけど、あの別に今のワイドってフラットに近い音でボールが、うん、そうだね、ああそう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 、スピードが出るよね。そしたらめっちゃ出る。そう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 。だから当てられるのよ。あの一般の方でもね、多分これはできる、できるというかやってほしい、実絶対。ここで当てるんだ。そう。ここじゃない。ここな、こっちね。うち。こっちの方が。あるスピードと回転と両方欲しいんだよね。ちょっとキレが半端ない、うん、そう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 。力が入るな、うん、この方が入れなくても入りやすいと思いますよ、その方が。おー